乱心する曹操に対し、孫悟は劉備と組み奇策を持って挑んだ。しかし曹操は数を頼みに奇策を乗り越えると、孫劉の軍を蹂躙。赤壁での対戦は曹操の勝利に終わり、孫劉連合は解散する。再起を図るべく本拠建業へ向け撤退する孫悟。これに対し曹操は引導を渡さんと追撃の軍を放った。勝手知ったる地の利を生かし逃げ続ける孫権。しかしその最中、露光付近で周瑜ら主力とはぐれてしまう。このままではいずれ括弧に打たれるのを待つばかりか。事態を打開すべく孫権はわずかな手勢を率い反攻へと転じた。友軍を急合し曹操軍を撃退。しかる後新たな道を開く。支柱に勝つを求め、孫権、呂宿、太子寺が露光に吠える。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。友軍と合流し曹操の追手を叩く。皆呂宿卿を耐え忍ぶのだ。伝令、友軍が敵と交戦している模様。孫権殿はこの俺が守り抜く。いざ対岸へ対し主義参る。よし、味方を救出するぞ。皆奮戦せよ。周瑜殿が苦戦しております。何だと。周瑜を失うわけにはいかん。救援を急ぐぞ。反撃の端緒を開きます。何か良い考えがあるのだな。よし、任せた。主軍は東へ向かい敵に応戦せよ。同時に別動隊は南へと進むのだ。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。私の知略を破れようと。太子が討ち取った。へっ、こいつ
手鉢の反撃か。ぶっ潰してやるぜ。本陣はどうする。この隙を突き曹操を狙うのだ。ここから気の緩みがあったか。敵将、対
よかろう。かかってくるがいい。出るか。前方。私が可愛いのであげましょう。前方。このありさまです。手を貸してくださいませんか。この戦我らの勝利だ。